レジェンドクラフト。こんにちは、メジェトです。今からレジェンドクラフトをやっていきたいと思います。こちら公式サーバーとなっております。まずは世界の名前を変えたいと思います。名前はレジェンドクラフトです。はい。そしてこちら設定をするときに座標表示というのがあるんですが、こちらを必ず右側に寄せましょう。設定が終えたら冒険のスタートです。さあ早速新しい世界に飛び立ちました。こちらまあパッと見はなかなかどうなんだろう、まあ可もなく不可もないくみたいな感じですね。YouTube とかまあでよく紹介されてるんですけど、神シードとか絶望シードとかあります。はい、絶望シード、落ちた瞬間にもう終わるっていうシード値があったりなんかします。はい、落ちた瞬間に、死ななくても、なんだろう、こうまああの絶海のこと、そんな不思議なワールドもあります。はい、詳しくは YouTube などで紹介されているので、よろしければ見てみてください。メジットは普通のワールドで遊びます。今作業台を作っております。はい、シャベルを作りました。そして土を掘っております。はい、メジェトはいつもマインクラフトを始めると必ずやることがあります。初期スポーン地点、そちらの方に土を積んでおります。だいたい20積みます。20以上だと、積んで降りた時に、落下で死んでしまうことがあるので、だいたい20くらいです。まあ下が水があった場合はまあそれ以上も積んだりなんかします。今回はないので、はい、20にしておきます。でまたゲームが進んでいったらマグマタワーを作りたいと思います。はい、今回の世界はこんな感じですね。なんかまあいい感じなのかな。ちょっと海が多い気がするけど大丈夫かな。さあ、羊さんを発見しました。ごめんなさい、羊さん。あなたの羊毛がないとベッドが作れないんです。ベッドを作るためには羊毛が3ついります。はい、ということは羊さんを3頭倒さないといけません。そしてこのラズベリーだったかな、当たるとトゲで
ダメージを食らってしまうので早々に撤去です。お、狼さんがいましたね。狼さんは攻撃すると攻撃し返してくるので気をつけましょう。骨を渡すと仲良くなれて仲間になってくれます。お、羊さん2頭目発見しました。羊さんごめんなさい。これもベッドのためなんです。ベッドが必要なんです。はい、羊毛2個目ゲットしました。あ、狼さんがいる、気をつけないと。ちなみに狼さんは羊さんや鶏さんなどを狩るので、狼さんがいるところで羊さんや鶏さんを飼う場合は、厳重に囲いを作りましょう。お、3頭目の羊さんを発見しました。サクッといっちゃいましょう。お、これでベッドが作れます。はい、こちら先ほど積み上げた土になります。このおかげで迷子にならずに近くならすぐに帰ってこれます。作業台が見えてきました。さあベッドを作ります。ベッドの完成です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。